自らの思いを紡いだ歌声は多くの人の心を震わせます。もう心が洗われるような歌やで、声もいいやな。そうそう、天使の歌声、うん、聞いてたらすごく心にものすごく響いて入ってきて、なんか本当に涙が止まらなかったです。脳性麻痺という障害のある体で生まれた車椅子のシンガー、彼が届けたい思いとは。関本大輝さん、20歳、京都府亀岡市で両親と兄の4人で暮らしています。これめくっとこう、これめくっとこう、やばい、こっちもいける。汚したら怒られちゃうマミーに怒られちゃうよ。脳性麻痺で車椅子の生活を送る大輝さん、着替えや食事などは家族やヘルパーに手伝ってもらいます。双子の兄、幸喜さんも脳性麻痺で生まれました。優しいもんね。優しいもんね。いいこと言ってくれた。使おう。言ってくれた。あの、優しい。偉そうに言ってました。はい、それはやめ。でも仲いいやん。そういうことですね。はい。仲良くやってます。朝9時過ぎ、幸喜さんが仕事へ出かけます。朝はもう仕事に行くので時間が限られてるんで、自分でやると結構時間がすごいかかっちゃうんで、解除してもらうところは手伝ってもらって。大輝さんも同じ作業所で働いていますが、今は音楽活動に専念しています。大輝さんは週に1回ボイストレーニングを受けています。声出すとき声の開き方、体の位置、動き、はい、あと顔上に上げすぎない、はい、手の位置、それぞれちょっと気にしながらでやってみてな。くちゃくちゃの軽快に歌う大輝さん、しかし車椅子に座りながら歌うことは決して容易なことではありません。触っていただいたら分かると思うんですよ。ここ触ると分かりますかね。もう見た感じでも分かると思うんですけど、背骨曲がってますからね、うん、こうグッときちゃってるんで、背骨が左に大きく曲がっているため、左に体が傾き、右のお尻が浮いた状態で歌わなければいけません。バンジーの安定から声出すっていうのが基本なんですけど、それがない状態なので、こういう体でっていうのでこんな発声ができるっていうのが普通絶対できないんで。なんでできるんだろう。神さんかな。からの送り物かもしれない。脳性麻痺で生まれ
ずっと車椅子の生活を送ってきた大輝さん、障害を理由に挑戦することを諦めたくないと、幼い頃からいろんなことにチャレンジしてきました。中でも夢中になったのが音楽。11歳で歌手になる夢を持ち、音楽スクールにも通い始めました。地元でライブも開催し、その歌声は瞬く間に評判となりました。車椅子はもう体の一部です。車椅子であろうが歩けても、夢を持つのは誰だって一緒なんです。せっかくね、この世にこう生まれてきてくれたので、やっぱり楽しかったなっていう人生を歩んでほしいなと思ったので、とにかく自分の好きなことを見つけてあげたいって思ったんです。やっぱりやらずに諦めるより、やってダメやったらもう仕方がない。2年前から歌を作り始めた大輝さん。作詞は自らがします。これはなんかいいフレーズにできそう、うん、あ、そう。いいじゃん、これプロデューサーに言ったら、これでまた思いついたらまたどんどん書いていったらいい、うん、もう文とするとね、うん、いいよ、メモ書きでいい、しんどいから思ったこと書いたらいい。熱い。今、たまたまに見えた、こう、なんかピカンってね。文章にすると しんどいから、短い文で何十回、何百回も。ひらめいた短い言葉をノートに綴り、それをつなげて歌詞にしていきます。日常茶飯事のことを書いたりも、溢れるぐらいのことを書いてます。18歳の時に大輝さんが初めて作った歌があります。生まれてずっと僕らしく生きている、少し不器用でもみんなと同じじゃなくても。自身の境遇とずっとそばで支えてくれた母理恵さんへの感謝の気持ちを歌ったマイセルフです。自分の思いってなかなか出せないじゃないですか。だからこう実際曲にして感謝の気持ちを込めて歌って、お母さんプラス皆様にも聴いていただけるように。そして大輝さんは歌手になる夢を実現するため、理恵さんと一緒にある音楽プロデューサーの元を訪ねます。癒しの周波数と呼ばれる 528Hz の響きを作り出すエイコン日比野さん。初めて聞いた大輝さんの歌声に胸が熱くなったといいます。車椅子に乗って歌を歌った子供さんっていうのを見たことがなかったんですね。ですごくちょっとびっくりしまして、彼の初めて歌声を聞いた時ね、本当に恥ずかしながらちょっとやっぱり涙が出てしまいまして、これは相当な才能を持ってるんじゃないかなというふうに今その時感じまして、でやっぱりこう いても立ってもいられなくなりまして。そして去年の夏、レコーディングを開始。12月に自ら作詞した5曲を収録したミニアルバムを発売。大輝さんはメジャーデビューを果たしたのです。この日、大輝さんの姿は亀岡市内の音楽スタジオにありました。 CD 発売を記念したデビューコンサートを
数日後に控えていたのです。これまでピアノの演奏だけで歌うことがほとんどだった大輝さん、デビューコンサートはパーカッションにギター、そしてバイオリンも加わります。僕らがのとこがなんかそう、ちょっと僕らがのとこがちょっとこうあのずれてるというか、なんかなんかあ物足りないというか、メリハリをつけてるってことだよね。メリハリをこうバーンっていうのが欲しいです。一曲一曲を念入りにチェックする大輝さんとメンバー。しかし数曲を歌い終わった後、大輝さんに異変が現れます。これどっちが仕切ります？あのね、この曲、これね、誠司さんね、レッテル C のとこがあるじゃないですか。僕ね、16までこれ来たんです。でね、ペーさん、ここはね、ワン、ツー、スリー、ポンがする。くそーこうはね、いや、僕がブルちょっとしゃがんだ。喉がついていけなかった。ついていけなかった。ああ、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫。いや、息がね、そんなほどなくて大丈夫大丈夫。逆に申し訳ないけど。あ、全然大丈夫。大丈夫。あ、もういい。いいです。長時間歌い続けることの難しさ。そして、熟練ミュージシャンとのやり取りについていけない不甲斐なさ。そんな自分に憤りを感じていました。難しい。そのバンドやもん、大輝。みんな違うところで考えてはんのが大輝のために一つになろうとしてんね、今。これもプロの試練。その厳しさを胸に本番を迎えます。プロとしての初コンサートが行われるのは地元亀岡市にあるホールです。この贅沢な空間で歌えるのはもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。言葉が出てこないです。次々とお客さんが入ってきます。800ある席はすべて埋まり、立ち見も出るほど。大輝さんの晴れ舞台。いよいよその幕が上がります。初めてのあの気持ち、時々頭から離れない、柔らかな語りかけるように歌う大輝さんの歌声に観客は引き込まれていきます。驚いて目をつぶるもん。
歌声とともに会場が温かい雰囲気に包まれていきます。そして生まれてずっと僕らしく生きている、少し不器用でもみんなと同じじゃなくてもね、世界ってこんなに綺麗で、僕には溢れるほど夢があるんだ。母理恵さんへの感謝の気持ちを込めた歌。やりたいこといっぱいの僕はたくさんお願いしたよね。いつだってどこだって行くよ。あなたは笑ってくれた。もし生まれ変わっても僕らしくあるこの歌は神様からの贈り物。やりたいこといっぱいの僕はたくさんお願いしたよね。そばでずっとあなたに寄り添うからね。いつもいつもありがとう。夢をたくさんありがとう。シンガー関本大輝、彼が今一番伝えたいこと。夢は諦めてはいけない。なぜなら夢を諦めてしまったら人生はもったいないから。だからこう自分が本当にやりたいこと、自分ができることを信じて頑張ってほしいと思います。ずっと歌を歌い続けますか？死ぬまで歌います。